小笠原長爪は、鎌倉時代前期の信濃国の武将。鎌倉幕府御家人。小笠原町、清の子。二代将軍源、頼家の近所として使え、蹴鞠の相手ややぶさめの相手を務めている。正治元年4月、頼家が13人の合議制に反発して指名した、目通りが許される5人の近所にも選ばれている。同年8月、頼家が、 足立影盛の愛称を奪ったことで両者が対立すると、より家の命を受けて、足立邸を包囲したが、北条政子に制止されている。県人3年9月、引き吉和の変では、引き司法として拘禁された。その後鎌倉を引き払ったと見られ、鎌倉では、弟の友の次長が、小笠原氏の着家として徴用されている。上級三年、上級の乱で、父長清は、 鎌倉法の大将軍として、四息8人と共に営攻め上り、京都軍と戦った。乱後の女王2年、長津は、父の後を継いで、阿波国の主語となっており、5月27日、土三角上皇の土佐国から、阿波国への官擁にあたって、対応を命じられている。出家して、小笠原入道と称され、法事元年5月9日。 京都の新日吉社で行われたやぶさめの神事を務めている。法事元年11月5日、69歳で死去。ありがとうございます。